身振りさんに合わせて動きましょう。いきますよ、せーの。膝を交互に上げ、リングコンにタッチしましょう。膝は前に出すよりも上に上げるイメージです。ラスト1回、はい、 OK です。次はかかと上げストレッチ。内くるぶしを上げてリングコンにタッチしましょう。膝を外側に開くことを意識しましょう。ラスト1回、はい、 OK です。続いて背伸ばしストレッチ。大きく踏み込んで腰を落とします。膝が前に出すぎないように気をつけましょう。体幹のトレーニングにもつながります。ラスト1回ずつ、はい、その調子です。最後は足を開いて体側ストレッチ。リングコンを持ち上げて体を横に倒します。体が後ろに反らないように注意しましょう。息を吐きながら体を倒しましょう。ラスト1回ずつ。お疲れ様でした。
爆弾に当たると限定だよ。グッド、ナイス、すっきりした美脚に近づける運動かも。その調子、敵の色にも注目してスキルを選ぼう。キスのポーズ、ゆっくり倒そう、ゆっくり戻そう、腰が大きく後ろに反りすぎないように。
こう。
お腹に力を入れよう。さあ、スキルを選ぼう。なるべくしっかりとひねろう。右、左、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 体の軸がぶれないように意識して。左、右、左、あと半分。右、左、右、左、右、あと10回。右、左、右、左、あと5回。右、左、右。なるべく元気よくしっかり動こう。左、右、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 左、右。リズムに乗ってダイナミックに動こう。右、左、右、あと半分。右、左、右、左、右。お疲れ様。水分取ろうね。さあ、ビクトリーポーズでこれまでの運動をエクササイズポイントに変えよう。腰を下げてスクワットパワーをためて全身をビクトリー。右手の親指の腹を図の位置に軽く押し当てましょう。測定しています。そのまま動かさないでください。絞るぞ。絞って。完成。よし。長そうだけど、
気合い入れて一気に走り抜けよう。やめるんだ。このままだとお前の体は。スキルを選んで攻撃だ。左へ倒そう。ゆっくり戻そう。お腹に力を入れ、腰が反らないよう注意して。よし、左右を入れ替えよう。足もしっかり入れ替えよう。ゆっくり右へ倒そう。前に傾いて後ろに反ったりしないように。完璧だね。腹筋ガード。息を吐きながらお腹に力を入れて。さあ、スキルを選ぼう。
左、右、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 左、動いて棒を燃焼させよう。あと20回、左、右、ハート半分、右、左、右、左、右、左、あと10回、左、右、左、右、あと5回、右、左、右、左、完璧だね。選ぼう。頑張って。
るべく元気よくしっかり動こう。右左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 。リズムに乗ってダイナミックに動こう。たくさん動いたね。ナイス。腰を下げて伸ばして、ビクトリー。それではスタティックストレッチを始めます。リングコンは使いません。安全な場所に置いておきましょう。右足を前に出して腰に手を当てます。右の膝を曲げ、左足のふくらはぎを伸ばしていきましょう。足を入れ替えます。反動をつけずにゆっくり伸ばしましょう。ゆっくり体を戻します。左膝を曲げ、体の後ろで足首を持ちます。膝を後ろに引き、太ももの前側を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。足の甲を持つとすねの筋肉も伸ばすことができます。ゆっくり体を戻します。足を開き、膝に手を当てて腰を落とします。左肩を内側に入れて左の股関節を伸ばしていきましょう。体を正面に戻します。右の股関節も伸ばしていきましょう。膝が内側に入らないように注意しましょう。ゆっくり体を戻します。体の前で手を組みます。手のひらを前に出しながら背中を伸ばしていきましょう。ゆっくり体を戻します。両手を上げて左肘をつかみます。肘を下に押し込みながら二の腕を伸ばしていきましょう。反対側も同じように行います。頭が前に倒れないように注意しましょう。
ゆっくり体を戻します。ストレッチ終了です。お疲れ様でした。